後旗。後旗、後進、384年から417年は、中国の五個十六国時代に、京族の族長幼鳥によって建てられた国、幼神とも呼ばれる。後神の支配集団、幼氏は、五漢時代に消結を極めた焼けあたり、京の子孫である。胸族の乱が平定された後、この部は南安軍を赤て、 現在の官粛省老政権付近へ移されたため、南安は家庭教と称された。三国時代の義の末期、俗朝の妖家界は東もさに従って二百六十三年に、植、植官を滅ぼし、功績によって、鎮勢将軍、水恵比斯公位、西京都徳を受け、四世紀初頭に、この洋浴仲が部を継いだ。三百十一年、精神のトラク用が、京都の官。 後の前朝によって陥落すると、翌312年に、陽翼中は南安から、標翼軍へ移り、森西京皇位、陽州史し不不幸を自称して弱体化した精神から自立した。この時、自身の性を、肝心風の、妖詩とした。精神滅亡後、長安に党を定めた前朝は、323年に、陳安の乱を平定してようやく、 赤炉一帯を平定した。よう仲も前蝶に不利、平成将軍、平城公に封じられて、教欲から牢状、甘粛昇新案件一帯へ移さた。三百二十九年、前蝶が後蝶に滅ぼされるとよう仲は後蝶に、不利、安政将軍、六、恵比寿左と得に任じられた。三百三十三年、後、蝶の初代皇帝赤炉が死ぬと後、蝶国内は動揺し、 長安で一族の一世が反旗を翻した。ようよく中はこの一世の乱に参加したが、同年に討伐軍に敗れ、胸部は遠く、清川軍、頭県、河北省、清川県付近へ移されてしまった。349年、三代皇帝席虎が死ぬと、河北は混乱して、各地で次々に自立勢力が生まれた。よよく中も、頭で、反自立状態となっていたが、 後とから、右上昇、親、蝶を受けて、名目的に、後、と、調整喧嘩にあった。351年、後とが前便によって滅ぼされると、陽う仲中は、前便の善隆に振るを、潔しとせず、等身へ使いを送って、服属を表明した。翌352年、二年、よく中が73歳で死去すると、第五子の養生が部を引き継いだ。 同年、養上は、本拠の館中へ帰ろうと頭を放棄して採業、したが、後町から自立した、諸勢力に阻まれて大敗し、ついに武州を挙げて、東神領内へ逃れ、暗記書を白州し、上空に移された。しかし、養上は独自で行動することが多く、東神の異牲者からは警戒された。翌五十三年、闘神の院校は北伐を行うと、手始めとして、 養城に矛先を向けた。養城はこの北伐軍を迎撃して大破すると、逆に、東進内部へ攻め込んで一時は、都憲法の北岸まで迫った。この間に養城は、全高氏を滅ぼして、河北を平定していた全燕に服属した。355年、養城は、大将軍、大禅を自称して北へ戻り巨匠、河南省巨匠氏東に寄った。しかし、 翌三百五十六年、陰講に代わって、東進軍を率いた、関温の北伐を受け、大敗して、平洋、三世上林噴氏まで逃れた。洋城はひたすら関中へ帰ろうと軍を立て直し、三百五十七年に、龍門津、坪口幕府付近から高賀を渡って、安津城、先世上紀両県付近へ進撃し、関中に拡挙していた前進を攻めた。しかし、洋城は、 全身軍に連敗し、三原、先生将三原県で捕らえられて殺された。養女が廃止すると、弟の幼長は、部を率いて、全身に降伏した。全身の絵主府県は、幼長を徴用し、幼長は、全身の南郷遠征、366年、逆非討伐、367年、前縁遠征、370年、前、阿大家遠征、 371年、四川遠征、373年、全領遠征、376年、上陽遠征、378年に従事して多大な功績を挙げた。383年、全身が翡翠の戦いで、闘神に大敗すると、敗下の異民族が相次いで自、急速に和解し始めた。384年、 幼鳥は全身から自立した西津波の母幼、王道伐に敗れたため、不堅の怒りを恐れて、生きたの馬巻へ逃れた。三百八十四年、馬巻に逃れた幼鳥は、漢人の天水、漢縮症天水死因白らの協力で名手となり、大将軍、大前偶、万年神王と称し、白鈴目年と、剣もとした。これが後心の成立である。成立時、 関中では、前進と西燕とが激しく争っており、まだ勢力の弱い幼鳥は、西燕に人質を送って従属した。385年、西燕は前進の都長安を落とし、前進の主力をほぼ壊滅させた。幼鳥は、長安以北の各地を次々占領し、同年、長安から逃れていた府県を殺害した。386年、 長安に拡挙していた西津目は内乱を続発させ、母与外が民四十万を率いて、関中を放棄し、東へ帰った。ここに、長安一帯の関中地域は空白状態となり、幼鳥は老せずして、長安に寄ったのである。386年、幼鳥は、長安を上安と解消し、ここ後進の都と定めて、皇帝位に就いた。同じ年、 全身の残存勢力も奈か間、甘粛少林なツイッチで即位した、不当によって統合された。不当は東に進んで、間中各地の全身残存勢力をまとめ上げ、五神を包囲した。とりわけ、神霊一体のようただし、安図城の不参、高平の旗乱部の勢力は、五神にとって脅威であった。後旗は、各地で、全身軍に敗北を重ね、 387年には安定と上安の二都市を残すまでとなった。不当軍の陣には不健の像が置かれており、戦いの時には必ず像の前で復讐を誓っていた。また、兵士は腕に死して休むと入れ墨をし、殺害した後新軍の兵を食べるという壮絶なものだったと言われる。389年、五神は大会で全新軍の主力を大破し、 大会の戦い、これ以後前進軍の大規模な攻勢はなくなった。幼鳥は、冠中各地で前進に対して優勢となったが、不当も巧みな外交で、あと旗方移毛を維持し続けた。393年、幼鳥は、病が熱くなり、工事をこの幼鳥に託して死去した。翌394年、幼鳥室の方を聞いた、不当は、 残存する全軍を傾けてアトシンを攻めたが、陽教は全進軍をハイハシで破り、ハイハシの戦い、ついで曲げ山で不当を殺害した。こうしてアトシンによる漢中統一が実現した。394年、漢中を統一した陽教はアトシン皇帝に即位した。しかし、五神の軍権は陽教の他におじの良い戸口と陽石徳も、 独自に握っていたため、要教は常に、この二人に意を払って、一族の結束と国内の安定に努めた。396年、北儀の主力が後援攻撃に向かうと、五神は、北儀の歓撃を塗って、オルドスを占領し、399年には、内紛が続く東神から落葉など、関水、歪水北の諸城を、ことごとく占領した。400年、要石徳は、 老政地域へ進撃して、縁側に拡挙していた西広氏を滅ぼし、旧西信号の骨腹換気を上腕へ移した。401年、陽郷は骨腹換気を縁側に返して、旧部衆を戻し、陽石徳の功労遠征に従事させた。同年、陽石徳は功労の年を止め、像を攻め、これを降伏させた。この時、五神は功労に軟禁されていた熊羅�を上腕へ。 送っている功労が降ったことは、河西諸政権を強化させ、西領、北領、南領はことごとくアトシンに従属した。こうして、河西はアトシンの勢力圏内に入った。402年、北義は再びオルドスへ進出し、五神と敵対関係に入った。同年、北義軍がアトシン領へ侵入したのを契機に、陽教は、冠中、加藤の兵をことごとく、 北儀へ向かわせたが、主力は、芝壁、山西省、城川県で、北義軍に囲まれて大敗した芝壁の戦い。これにより、五神の河北進出は挫折した。403年、弱体化の著しい功労は、もはや政権としての維持ができず、全軍を率いて後心領内に移り、代わりに後心が止め像を直接統治することとなった。 同年、東神が還元によって散脱されると、五神は、この木に乗じて再び、賄賂北を石見した。また、西南方面では、405年に、陽石徳が神霊を越えて後、阿代家を降伏させた。この時点において、五神は、最大領域となったのである。405年末、還元を打ち取った功績で、東神の実権を掌握した劉勇は、 強大な軍事力を背景にして、湿地回復に乗り出した。劉遊は後進から、関水流域の十二軍の割動を求めたが、要教は、劉遊との対決を避けて、これを飲んだ。四百六年には、南両の圧力に屈して領収集止め、増を上都し、活性への影響力を失った。四百七年、三島の南炎や四川の後職は盛んに、東神の劉遊から圧力を受けてたため、 五神に従属して抵抗を続けた。こうして五神は闘神との対決を避けられなくなった。同年五神に復属していた後、アダイケが闘神に寝返った。一方、五神国内では四百七年にオレドスで赤レンボツボツの末や四百九年に老生で骨腹換気の西神に自立され、国力は急速に衰退した。四百十年。 五神の従属国であった南縁が東進によって滅ぼされると、五神の国際的立場は揺らいだ。同年、要教は後、職や路順と共に、味方から東神を攻めたが大敗し、逆に東神は411年に路順を、413年には後、職を滅ぼして、ますますその国力は強大化した。後旗はもはや独力で、 東心に対抗できず、四百十三年に北義と隕石関係を結び、その後ろ盾てを求めた。四百十四年、陽郷が病に倒れると、この陽室が上腕で反乱を起こし、これを鎮圧しようと、陽郷の諸子が各地で勝手に拒兵した。これは、陽郷が陽室の職を解く形で何とか収集したが、陽室は翌四百十五年に、 再び反乱を起こした。この反乱も、当時皇太子であった洋王によって取りなされ、許された。この年、外部では、夏の赤蓮没々によって、軽水流域にまで、攻め込まれ、五神は、多くの諸将を失った。四百十六年、洋教が、既得状態に陥ると、この洋は、この木に乗じて、弟の洋光寺、天水の陰沖、陰広し、大将軍陰元、 旧功老王の両高志らと共に、上安宮中に攻め込んだ。陽教は、宮中の返事を聞くと重病を押して、大局前伝まで出業した。この姿を見た金軍の兵は狂気して奮い立ち、ようやく反乱軍を制圧することができたという。陽教はこの乱が鎮圧された直後に死去した。アトシンの英主陽教が死んだことは、急速に瓦解するアトシンに追い打ちをかけることとなった。 用語が後進行帝に即位したものの、弟の用線が、帝持、先制正代霊剣付近で、弟の用意が、古藩、山西正規さずみ市付近で、重帝の用海が安定で、それぞれ半期を翻し、各地で、京や京都が反乱を起こした。外部では、夏が上やび、先制装美剣付近まで攻め込んで上安を、新幹差、後、 阿ダイや西広氏もそれぞれ進行を繰り返した。さらに、要教室の法を受けた、東進の竜友は、しそじより大軍を率いて後進に攻め込んだ。要王は、こうした内遊外観の状況で、すべての軍権を、六王、要将に委ねた。要将は、一族の反乱をしわたたく間に平定すると、夏軍を撃破して、国内を鎮定し、 返す刀で破竹の勢いで迫った東進軍を道館で食いめた。この幼将の活躍は、東進軍から、幼将の木は、赤右を覆う、と言われるほど凄まじいものであったという。しかし、翌百十七年に、幼将が陣中で病没すると、もはや後心を支える人物はいなくなり、刀進は、道館を落とすと後心の防衛線を、次々突破し、上腕を攻め下した。 妖王は、健康に送られて切られ、ご神はここに三代三十四年で滅んだ。なお、妖王については、処刑直前に、山中へ逃げ延びたという話も伝わっている。現存する後神の文物は、騒道時、飛行玉物も三百八十六年、旅券母標、四百二年、旅多母標、四百二年、不死女聖定造像、四百七年があり、このか、 記念文書として、トルファン文書一点がある。なお、天水の爆石山セックスには後新時代のものと、される石仏もある。また現存していない文物として、剣発死優等386年が知られている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。